アキラ、お兄さん、やって。吉本アカデミーにアキラお兄さんが来てくれたので激辛をかけて楽しく遊んでみました。やったー！現部の鎌田と横山です。お願いします。大仕事ですね。大仕事でございます。今回はですね、吉本アカデミーとアキラお兄さんパインチャンネルのコラボ企画となっております。はい、はい、YCA 生が企画構成、 YDA 生が編集、そして NSC 生と YPA 生が出演いたします。ということで皆さん盛り上げていきましょう。行きましょう。まずは YPA チームでーす。イメージカラーピンク色、チカです。おいしょ。あー、チカさん。はい、イメージカラー青色、セミナです。おいしょ。イメージカラー赤色、セナです。おいしょ。はい、イメージカラー黄色、ゆいです。おい。はい、イメージカラー紫、リムです。おい。YPA 日生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
リアしますと隣の人にボールを渡すことができる爆弾ゲームでございます。はい、これ回答はですね、面白さよりも表現力を豊かにするところがポイントとなっております。はいはい、参加者お題に沿った回答、動作や表情などで表現していただきます。なるほど。 MC がお題に沿った表現と判断したら成功で1ポイント獲得となります。はい、あきらお兄さんチーム1人なので、はい、成功したら2ポイント。なるほど、2ポイント、2ポイント。でかぶりと直接的な表現は NG なので、はい、ジャッジマン鎌田が、はい、丸×判定していただきます。で丸が出たら隣の人にボールを渡すことができます。で制限時間90秒で、最後にボールを持っていたチームのポイントゼロになります。爆弾ゼロ。これを2回戦行いますので、その総合点で勝敗を決めるという形でございます。でもお笑いもパフォーマンスも表現が大事なんで、はい、どん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 も表現をしてアピールしていってください。はい、はい、まずですね、1回戦を行いますので、各チーム2名ずつ前に出てください。どうぞしていただきます。準備よろしいですか？よろしくお願いします。そうやったら90秒ノンストップでいきますからね。はい、はい、それではいきましょう。ゲームスタート。はい、悲しい、うわー、カート OKOK、 マスティングです。男だけですね。いいですか？ OK、 OK です。
発言を交互に見せつける。ダンスの人に負けたくない。急いでいいでしょ。これ20秒です。ワスト、いいでしょ、いいでしょ。ワスト見たで。これなんだ、なんだ。タワー映ってる、タワー映ってる。めっちゃ下見えた。ジャン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 。いやこれちょっとアキラお兄さんが爆発したということで0ポイントだよ。やばいわ。お前ですよ。いやいやいや、さすがじゃん。いや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 、それもうあと残り20秒。よっしゃよっしゃ。いやいやいや、違う違う違う、スタンドプレイすぎました。さあということで、ここですね、2回の合計ポイントを発表したいと思います。1位が YPA チームでございます。はい、2位がお兄さんチーム、お兄さんチームが2位。3位が NSC チームで4ポイントだったな。はい、ちょっと出遅れております NSC チーム。さあということで、ここで忘れてませんか、3位 NSC チームには罰ゲームございます。はい、ということですね、ここで罰ゲームを発表しましょう。罰ゲームはこちらでございます。はい、はい、新ラーメンレッド激辛です。これはね、ただの新ラーメンではございません。はい、それではですね、ちょっとこちらちょっと皆さん、一つずつ取り付けていただきます。うわやばい、やばいよ。大変だ。これスープだけ一番辛い。うわー、いやいやいや、麺に逃げられた。麺の甘みに逃げられた。逃げられるよ。一斉にいただいてください、どうぞ。一気にいってください。あー辛い、やばい。でも美味しい、美味しいでしょ。ね、ちょっと待ってや、はい、これ出るのせいで教師しかやってない。確かにそれ、美味しい。この後まだゲームあるんでね、仲良くしてください。これまだありますからね。はい、まだあります。これはめちゃくちゃ怖いです。何でお前そんな無やねん。どういうことや。なんでそんな無。僕関係ないんで。関係ない。チームやろ、チームやろ、チームやろ。辛くないんで。食べてないけど。うわーとかやったよ。なんでお前こんなん。お前なんか全国民の甥っ子みたいな。さあということでですね、以上感情爆発たちの爆弾ゲームでした。ありがとうございました。それでは次のコーナーに参ります。続いてのコーナーは文字取り鬼ごっこ。貼られた5つの文字を並び替えて単語にするゲームでございます。はい、各プレイヤーは背中に書かれた紙を、文字の書かれた紙を貼ります。はい、自分の背中の文字を取られない、かつ人に見られないようにしながら相手チームの文字を覚えるか取ってください。取ってもいいですね。取ってもいい、はい。ちなみに奪った紙に関しては1枚につき1ポイント獲得することができます。制限時間終了後に相手チームの文字を並べ替える単語にしてください。はい、その単語が合ってれば5ポイント。なるほどね。はい、取るか覚えるかに、はい、こうやってください。俺劇的に振りちゃう。一文字なんで。一文字、はい、一文字じゃなくて数とか見えたら、やばい、背を見せたら終わり、終わりやんか。じゃあ、スケット、スケット入れる。入れる、大丈夫かな。あ、はい、で、ここからが大事でして、文字を取られた人、で、枠から出た人、さらにこの後聞いてくださいね、男性が女性の背中の髪以外に触れた場合も、体とかに触れた場合、ご時世的に失格と。失格だね。ダメだ。さらなくてもできます。まあ、ご時世ますよね。触るわけない。触るわけない。触りそうなやつ。時間があって相手チームその紙を渡して退場なんで、並び替えにも影響出ますから、これは非常に気をつけてください。はい、で各ゲームは2分間で行います。で、文字の並び替えはその後30秒。はい、でゲームは総当たり戦で計3回行おうかなと思います。はい、それでは最初第1回戦は NSC 対 YPA です。取るんかとかも大事なんで、ちゃんと見るわけ。
やってくださいね。大丈夫ですか？はい、はい、いきますよ。制限時間は2分間。1回戦よーいスタート。どうぞ。
あと一文字でやったから YP はバッチリだ。さあどうなる、これで何でしょうか。明らかに文字も出ましたね。はい、じゃあ続いてですね、 YP チームから答え発表お願いします。何だったでしょうか。リンゴ飴。お、イラスト描く余裕もね、あったということで余裕があります、ね、はい、じゃあ正解はどうなんでしょうか。正解はリンゴ飴。正解、5ポイント獲得です。5ポイントです。まだチャンスありますからね。さあ、アキラお兄さんということですね。はい、これ多分パンサー尾形の、はい、言った一言。あら、おーおー、なるほど、切り取って、はい、切り取ってあるんじゃないでしょうか、はい、じゃあ回答の発表お願いします。パンサーって向井さんとあと誰でしたっけ、はい、カンと僕。さあ、これ合っているんでしょうか。正解はどうでしょうか。正解は赤とんぼ。残念。赤は赤。赤がない。赤あればという。惜しい。惜しい。気になってました。うわー。だいぶでも粘ってますね。これで。粘ってます。あの作戦だいぶ粘って。これ43。すごいよ。ということで、YPチームまたまた正解でございました。はい、3回戦は NSC チーム対連続でアキラを引いたので知ってます。はい、今回は YPA から。そう、あ、そうか。はい、はい、それでは行きましょう。3回戦用意スタート。さあ、さあ、どうなる。あ、めっちゃ近づいてくる。めっちゃ近づいてくる。皆さん一つずつお取りください。しっかりしてます。
思うんですか。はい、じゃあ皆さん、お召し上がりください。どうぞ。いただきます。ちゃんといただきますよですね。出るの首とかピカピカやもん。もうテカテカなってるのも平野はわんぱく小僧です。はいはいはい、オッケー、出る感触。オッケー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 、コインだろうが最後だ。出てダメだ。いいでしょう。はい、ということで罰ゲームも完了しました。以上、2回戦のゲームでした。ありがとうございました。最後のコーナーは早食いリレー対決。なんですけども、はい、ここまでのポイントが YPA が29ポイント、あきらお兄さんが16ポイント、 NSC が6ポイント、だいぶ開いているんですが、この最後の種目1位になりますと25ポイント入ります。計算がややこしいですけども優勝できます。これしたら3人目というなるほどね、リレーを行っていただきます。食べる分だけ自分のお皿に乗せて食べていただきたいと思います、はいはい、で MC が完食の判定をするので、はいはい、食べ終わったぞとかとは手を挙げて MC にお皿を見せていただきます、はい、ただ焼きそばを早食いするだけじゃダメだと、はい、いいでしょ。今回食べていただくのはこちらでございます。どーん、はい、ペヤング極激辛焼きそば。やりやがったなやりやがったなぁ。やばい、怒ってる。パッケージぐらい怒ってる。ほんまにそうです。ほんまやりやがったなぁ。モデルぐらい怒ってます。やりやがったなぁ。同じです。やりやがったなぁ。やばいじゃん、これ。これはやばいぞ。うわぁ、お前らリレーってするじゃんけ、なんか俺一人やけないなぁ。よく考えたら。はい、行きません。横山がいます。横山が、横山がしましょう。参戦。お前行けよ。食べてくださいね。はい、アキラさん自分やな。え、俺ラストのキャベツだけ行く。目の前ちょっと焼きそばがあるんで、食べる分量ちょっと最初1人目の方調整していただきましょう。どれぐらい行くマジで。あ、まあ、あるな。めっちゃあるな。もう匂いが痛いわ、なんか。マジ。うわ、うわ、結構やばいな。これすごい。あ、目痛い。うわー、うわー、いや、俺行きます。半分ぐらいの、半分、半分ぐらい。あ、決まった。じゃあ横山これね。はい、行くと。もう食べてますよ。はい、じゃあ NSC チーム、YPA チームも一人目の方準備してください。さあ、分量大事作戦もありますからね。やってくれてる。さあ、どうぞ取りましょうか。行きましょう。いくらピアンプ、よーい、スタート。いただきます。いただきます。美味しそうですよ。頑張れ。あかん。やばい量だ。行くぜ。さあ、行くぜ。行くぜ。
あきらめた余裕ね、あきらめた余裕や。 YPA OK ね、 YPA OK。 あ、リズミカル、リズミカル、あ、リズム大事かも、リズム大事。ほんまやば、ほんまにほんまに痛い、すごい。あきらお兄さんが見たことない顔になってます。ステップがめちゃくちゃ面白いですよ、これ。なんですかこれ、見たことないですね。進めて、うわ、うわ、やばい、痛い、痛い、頑張れ、痛い、頑張れ、痛い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 、アキラお兄さんチーム、やば、早っ。乗り込んだら OK、乗り込んだ OK です。いいだろ、早く乗り込んでください。おい、いいだろ。あー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 OK。 YPA、 さあ最後3人目、ラストだいぶあります、だいぶあります、行きましょう。さあ、こいだろ、乗りだろ、こいだろ、 OK、 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 OK。 SS チームラスト、影山、石田さんもなんかやってます。あーあー、ガリガリ君食べに行きます。はい、ということで大盛り上がりですけども、
以上、吉本アカデミーにアキラお兄さんが来てくれたので激辛をかけて楽しく遊んでみたでした。ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。けん玉じゃんけんいくよー。けん玉じゃんけんじゃんけんおーグーでした。というわけでこの持ち方の人の勝ち。チャンネル登録よろしくね。また来、ね。